今夜のゲスト、ベースボール部屋小出雄介さんです。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、ね、改めてウィークエンドシャッフルじゃないとこでね。そうなんですよね。と変な逆になんかちょっとギクシャクする感じそうですよ。今日だってプレゼンじゃないから、あそうね。そうまあそうそう、でもプレゼンはプレゼンですよ。小井ちゃんプレゼンはプレゼンなんだ。はい、小井ちゃんのそのまあゲーム遍歴とか。あまあそうですね。はい、ゲストの方いつもですね、まあ、ゲームの出会いから、うん、もう本当にいつ頃からやってましたみたいなところから伺ってるんですが、小井ちゃんの場合は、はい、僕は、幼稚園の頃にファミコンで始めたのが、まあ、多分最初だと、ね、ファミコンが家にやってきたっていうのが記憶がある世代か、それとももうまあなんかもう物心ついたらあった感じなのか。後者ですね。あ物心ついたら、うん、もう親が多分持ってたんでしょうね。ああ、やっぱそっちだ、うん。そっち世代入りますか。そうです。で、多分もう幼稚園の3、4歳ぐらいの時。うんうん、ってなると、だいたい88年ぐらいなんですけど、うん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 、そのくらいになると、ファミコンのソフトっていうのもだんだん、その、どんどん発達してきてるじゃないですか。うんうんうん、だから多分マリオ3とか、うんうん、その辺が出たぐらいで、なんかすっごい、親と一緒にやってる。うんうんうんのを覚えてて、お父さんに買ってって言って買ってもらったのはゴジラのゲームです、ね。ゴジラ。へえ、これファミコンですか？これファミコンですね。88年なんで調べたら、うんうんうん、多分やっぱ4歳ぐらいの誕生日で買ってもらったんだと思うんですけど。その頃から特撮ね、小井ちゃんといえば特撮も好きは、ねはい、ありますけど、その頃からじゃあちょっと好きだったんですか？ゴジラ好きだったと思いますね。うんうん、まあ、仮面ライダー、ウルトラマン、ゴジラはやっぱすごい好きだったんで、うんうん、でゴジラのゲーム出るぞっつって買ってもらったんですけど、うんうんうん、これもまたちょっと変なゲームで、うんうん、このゴジラでゲーム、うんうん、シュミュレーションと横スクロールアクションと怪獣同士のバトルっていうのが組み合わさった結構トリッキーなゲームで、なんかでも話聞いてると小井ちゃんの好み、うんうんうん、まあ結構ね好みには今思うと合ってるんですけど、うんうんうん、ただ4歳にはどう考えても早いゲーム、まあ、確かに早いゲームで、しかも絵面なんつうか、でモスラとゴジラの、うん、まあ最初はこの2つを、まあ、メインで使って、うんうん、基本マップがこう、まあ、マス目になってて、シミュレーションゲームみたいな、うんうん、完全に本当になってて、そこにゴジラモスラがいて、うん、それを動かしていくんですよ、はい。で、敵怪獣がいるんですね。うん、で、一面はなんか、モゲラと、ゲゾラか、うんうん。ゲゾラ。ゲゾラ。うんうん、が、いて、で、うん、それらが、こう、だんだん近づいていくんですよ、うんうん。で、こっちもだんだん近寄っていって、戦う。駒、うんうん、を進めていくとかね。そうそうそう、はい。で、その止まったところの、まず横スクロール面を最初にやって、うんうん、で、そこをクリアすると、一旦終わり、うんうん。で、まあ、だんだんお互いに近づいていって、うんうん、鉢合った時にバトルになるんですけど、うんはいはいはい、主人公っぽいくせに、うん、ゴジラがめっちゃ使いにくいんですよ何せ、うんうんうん、モスラはねこうなんか光線をビーって吐くから、うんうん、まあ、遠距離攻撃ができるのとちょっとハメっぽいことができる、なるほど、一気にいける、そうそういけるんですけど、うん、ゴジラがまあ、格闘に全然向いてないって、リーチがまあ短いんですよ。手足が。これリアルにゴジラの感じやるとそれはそうなっちゃうけどね。そうそうそう、ゴジラだってでも武法っていくじゃない。あ、はい、で、その火炎放射を使うんですけど、うん、それもがファミコンだから、うん、コマンドって AB と十字キーしか基本ないじゃないですか。うん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 、だから、わかんなくて、出し方が、うんうん。で、後々やってて、適当に押してたら、一時停止だと思われてた。だから押さなかった、スタートボタンが、必殺技のボタンなんですよ。で、それで火炎放射バーって開くみたいな。あ、こうやってやるのかいみたいな。いや、でも、にしてもちょっと難しくて、まあ、これ、中折れしちゃったと思いますけど。でも、いきなりニッチなとこね。まあ、感じがやっぱいいですね、これね。これはまあ最初ですね。そっから、うんうん、まあどんなってね、多分もう上げてったらきりないと思うんですけど、遍歴として。そうですね。で、マリオシリーズはまあ大好きで。うん、そっからだんだんあれでしょ、その、うんうん、小井ちゃんっぽくなってくるわけでしょ、また。そうでしょうね、多分ね。小井ちゃんっぽいってどういうことなのか、おいおいね、またね。おいおい明らかになってくる、ね。あと僕は意外と FF は、途中で折れたっていう。はい、ファイナルファンタジー、この番組はやっぱもうもはやファイナルファンタジーの呪いというべきか。はい。FF の番組なんでしょうね。はい。FF の番組。ただ、パーソナリティだけが一番、全く FF 童貞というね。はいはい。確かに毎回話題出て、しかも皆さん、うん、まあ、10派っていうのがガツンといると。10派ね。思ったら今度はこの間、マノエリちゃんはやっぱ9派で。
ナイン派ね。はい、でも、まのちゃんがあまりにも可愛いんで、もう、はい、俺もナイン派です。やってもないのに。ちなみにじゃあ、FF、まあ、FF じゃ一通りは、うん、やるけど、うんうん、全部苦手ということですか？いや、ね、その、ファミコン版とスーファミ版の、だから1から6っていうのが好きなんですよ。うんうんうん、あ、そこまでは好きだった。好きだった。で、7も世代的に僕中1ぐらいだったんですけど、はいはいはい、出て、まあさすがにやったんで、うんうん、で、楽しかったんですけど、だんだんなんかこのグラフィックが良くなってきたっていうことで、ちょっと萎えてきちゃう。うんうんこれは面白いですね。そういう人もいるんだ ね、 ね。多分ちょっと逆パターンなんだと思うんですけど。うんうんうん、まあ、やっぱり昔からそのやってると逆にちょっと変わった感じで。そうなんですよね。闘神が変わるだけでやっぱりやんなる人はね、その、ナイン派、テン派は確実にそこじゃないですか。うん、多分そうだと思います。ねえ。あ、だドラクエは全部やってますけどね。うん、FF でもほら、うんうんうん、この、ここになんかタクティクスアドバンスっていう。はいはいはい、これはね、僕のベストゲームの1個。あですね、あ、いきなりそっちはベストゲームになっちゃうんだ。なります。これこれはいわゆる本筋とちょっと違うゲームなんですよ、はい、このタクティクスっていうのが、うん、またゲーム性も違うんですね、これね。全然違います。これはいわゆるシミュレーション RPG になるんですかね。こうマップの中にこうマス目があって、はいはい、そこの中で戦うっていうタイプのゲームなんですけど、これがね、なんだろうな、その戦闘における戦略性もそうだし、うん、あとまあストーリーの重厚さもそうだし、うんうん、あとグラフィックの美しさもそうだし、うんうん、なんかね、結局やってるうちに抜け出せなくなっちゃって、うんうん、最後がそのやり込みダンジョンみたいなのがあるんですよ。うんうん、そこが本当沼で、うんうん、その最後に、まあやり込みダンジョンとして出てくるディープダンジョンっていうのがあって、うん、それが真っ暗なんですね。ほう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 。で、基本的なマップっていうのがその真っ平らじゃなくて高低差があるんですよ、うん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 。で、その、例えばこの一段上にいる敵から、うん、殴られたら、普通の、同じ高さで殴られるよりも強い、うん。高低差あるから。高低差あるから。へぇ、とか。で、それも、この高さも本当に十何メーターぐらいもあって、うんうんうん、レンジがあるんで、はいはいはい、で、崖の途中で戦うとか、うんうん、そういう場合もあったりするんですけど、はいはいはい、で、それが真っ暗なもんで、知らねえところから、知らねえところから後ろからドーンなんて。そうなんですよ。うん、どこに誰がいるかよくわかんねえみたいな状態でやんなきゃいけないんですけど、うんうんうん、それ面白いの？いや、で、これがやってくと、最後癖になってきちゃうんですよ。うんうん、まあでも、まあ見えないから、まあどこまで行きゃなんだろうが、もう逆にはまってっちゃう。そうなんですよ。で、ここのダンジョンで出てくる敵っていうのが、まあ大変レアなアイテムをつけてらっしゃる、うん、でだからそれを盗みに行くんだけど、うん、まあなそんな簡単には盗ましてくれない、うん、ね、あ、なんかいるなと思ったらさ、10メートル上とか、うん、そうそう話でしょ、だってで、その盗みに行くのもまあ大変でも、これはまだ序の口で、うんうん、もう一番広いのが、はい、キャッチっていうアビリティがあって、うんうん、それが敵に忍者がいるんですね。ほうほうほう。暗い上に忍者。暗い上に忍者がいるんですよ、うんうんうん。で、その忍者がレアな武器を投げてくるんですよ。で、それを普通に食らうとただダメージ食らっちゃう。で、何でもないダメージ食らっちゃう、うんうん。あ、まあ、でもキャッチとおっしゃいましたね。そう。で、うん、これをキャッチして自分のものにするってアビリティがあるんですよ。はいはいはい。で、そのキャッチじゃないと取れないレアな武器があって、その真っ暗なダンジョンの中で忍者が投げてくる武器を。そう。いつ何が投げてくるかわからない、アイテムをひたすらキャッチするっていう、もうなんだよこれっていう。楽しいのそれ。いや、でそこじゃないと得られないのから、うん、からね、もうやるしかないんですよ。わかる。その、さ、レアアイテムのためのそういうやつは、やっぱりそれ自体の作業は苦行なんだけど、うん、やっちゃうのありますよね。あります、あります、あります。で、それをもうなんか最後ひたすらやり続けてましたね。その向きになって。うん、だから、ファイナルファンタジータクティクスはそういう意味ではベストゲームのまあ一本でもあるんですけど。これ、この番組のさ、FF の呪いの中でまた新たなさ、タクティクスってまたさ、キャッチの呪いが。キャッチの。それは俺でもちょっとやるガッツねえな、そこまでちょっと。あとね、まあいろいろもう本当に、いろいろ書いてもらってるんで、これ、どれからやろうかな。あとまあ、これ実はタマフル、ウィークエンドシャッフルの方で、前から特集案としてね、はいはいはい、声に出して読みたいボーイズビートとかそういうことばっかやってて、はいはいね、ちょっと後ろ、後回しになってますけど、うん、スーパーロボット対戦、はいはい、スパロボ特集、これはやりたいってね、前からおっしゃってて。そうですね。これももう全く僕、もうノータッチもいいとこなんで。あ、どういうゲームかもしれないですか。まあ、異なる世界観であるはずのアニメ、ヒーローたちが、
まあ一緒に戦う。そうそう、まあクロスオーバー。アベンジャー的なことを。まあまあまあそうですね。ですよね。やっぱ一昔前のやつがもう鬼のように難しくて、はい。あ、そうなんだ。難しいんだ。くそ難しいです、ね。カジュアルなね、感じすんの。カジュアルな感じするじゃないですか。うんうんうん、全然カジュアルじゃないんですよ。へで、特にスパロボ、第3次とか、第3次スーパーロボット出して、これ、うんうん、スーファミですかね。はい、最初に出たやつ。とかは、なんていうかな、キャラクターの特性がいろいろあるんですけど、うんうんうん、まあ、スーパーロボットって言っても、うん、例えばマジンガー Z とか、はい、ゲッターロボとか、うんうん、なんだ、ライディーンとか、はいはい、コンバトラー V とか、はいはい、あの辺の人たちがスーパーロボット系って言われてて、で、ガンダムとか、はい、あと、リアル系だ。そうです。うん、ダンバイン、はい。あの辺の人たちはね、大体リアル系とか言われる。うん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 ですけど、はい、これやっぱ機体のデカさも違うし。そうですよ。だって俺前見たらさ、なんかさ、うん、ボトムズのさ、あれとさ、うん、ボトムズ出てくるんですよ。ね、全然違うじゃん、大きさ。そう、全然違うんですよ、うん。だから、ボトムズって大体あれ2、3メーター。そうだよね。でしょ、うん、に対して。ハードスーツみたいなことだもんね。そうそうそう。で、イデオンとか出てくると。イデオンだって何百メートルじゃない。そうそうそう。だからもうとんでもないサイズが違う。俺その件が一番納得できねえっつって、うん、ブスカブスカ言ってたんだけど。あのね、イデオン問題は、イデオン問題であるんですよ。これ深刻なイデオン問題があって。イデオンはね、大きさインフレがね、やっぱ。そう、まあ、これちょっと後で話しますけど、イデオンに関しては。で、そのリアル系の、ロボットの特性としては、火力自体はそんなにないけど、うん、その命中率と回避率の補正がとにかく効くと。なるほど。で、特にニュータイプの人たち、うん、まあ、アムロとか、うん、カミューもそうだし、うんうん、まあ、クワトロバジーナとか、うん、まあ、あの辺の人たちっていうのはニュータイプ補正っていうのがあって、うん、レベルアップとともに、うん、そのニュー、こう、勘が冴えてくるわけですよね、うん、要はアニメ同様。うんうんうん、で、その、ニュータイプ補正でどんどん命中率と回避率がもうぐんぐん上がっていくわけなんですよ。あ、そうかそうか。うん。に対して、スーパーロボットの人たちっていうのは、その辺の補正がない。割と大味な。そう。火力はあるけど、その辺が当てられないって。なるほど、なるほど。っていうのがあ。ああ、ちゃんとそこのバランスが。があるんですけど、で、そこがあまりにもシビアなのが、やっぱ第3次とか第4次。へぇ F ぐらいの時が、もうこの辺が、本当に難しくて。だってさ、もともとさ、うん、その違う世界観を一緒にいること自体がさ、うん、もう大嘘っていうかさ、まあ、そうですね。何個フィクション重ねてんだよってことなのに、うん、そこだけはシビアなのかよってさ。そうそうそう。で、そこがシビアすぎるもんだから、で、あと、まあ、ヒーローものでもあるわけですから、うん、やっぱ敵は強いわけですよ、はいはいはい。で、その敵が強い、味方はちょっと弱め、敵は強いっていう、その格差っていうのも、うん、もうえげつなくて、で、第3次の後半とか、第4次 F の後半とか、もう えげつないその格差のを、どうにか、うんうん埋めるために。こんなん勝てねえよと。そうそう。それを戦略とか、はいはい、あとは、その、なんだろうな、機体の強化とかもできるんですけど、うん、それをもうどうやって育成していくのかっていうのをやりくりしながらうまくいかないと本当に積んじゃう。うん、あ、積んじゃうこともある積んじゃう、全然積んじゃいます。で、さっき言った、まあ、ちょっとイデオンの話なんですけど、うん、イデオン問題。F 完結編にイデオン初めて出てきたんですよ。はい。で、この。イデオン出しちゃダメじゃないかなっていう、ね。そう。イデオンはね、出しちゃいけないんです。マジで。あのね、ゲームバランスをね、見事にね、うん、ぶち壊したら。だってさ、ほら、宇宙規模じゃないですか、もうイデオンは。そうです、はい。そうなんです。だから、ね、ちょっと桁が、はい。桁が違うんです、ええ、で、その代わり、一応、やっぱイデオンにはイデオンルールがあって、ほうほうほう。で、まずそのイデゲージが、うん、イデが高まって。そう、イデが高まってこないと、うん、もう本当に全然使えないんです。デケだけ。デケだけ。そう、全然使えないんですけど、うん、それが溜まった瞬間、全もうすべてのゲームバランスを破壊するんです。全殺しで可能ですからね、もう。そうなんです。で、マップ兵器っていうのが、ありまして、はいはい、で、これまあ、マス目の中でキャラクターを動かして、うん、こう、戦闘するもんですから、うん、基本的には。うん、で、射程距離があるわけですよ、うんうんうん。で、例えば、ビームサーベルみたいな近距離攻撃は、うんうん、まあ、当然、1マスとか2マスぐらいの範囲。うん、で、まあ、ロングライフルだったりとかすると、うん、まあ、5マスぐらいとか、うんうん、で、キャラクターによって10マスぐらいの、うんうん、あと、ファンネルとかですかね、うんうん、ぐらいになると、だいたい10マスぐらいの、すごい遠距離の攻撃ができたりするんですけど、うんはいはい、で、そこの中でマップ兵器って言われまして、ええ、それマップ兵器っていうのが、こう通常の1対1のバトルじゃなくて、その、うん、効果範囲の中にいるキャラクターに複数同時攻撃ができるっていう、そうです、ね。イメージとしてはこうビームが拡散してこう、そうですそうです。うん、例えば、ダブルゼータのハイメガキャノンとかっていうのも、うん、すごい広範囲にこうガーって敵を集めて、うん、一遍に倒すみたいな戦略が取れるマップ兵器なんですけど、はいはいはい、イデゲージが溜まったですね。イデオンゲージが溜まったイデオンの、はい、ビーム攻撃がですね。
効果範囲が無限なんですよ。無限。あの、わけがわかんない。あの、インフィニティマグナット。無限マグナット。射程距離が。マップ全体に、全体いける、うん、に攻撃できちゃうんですよ。うんうん、でしかも、攻撃力が、うん、普通だったらね、うん、あの、広範囲に渡ってる代わりに、ちょっと抑えめなんですよ。確かに確かに。抑えめなんですけど、これも9999なんですよね。マックス。マックスなんです。で、それで、無限で攻撃できるし、で、あと、プラス、精神コマンドっていうのがありまして、それが、例えば命中率が、低いスーパーロボットの人たちっていうのは、うんうん、リアルロボット系の敵 に攻撃当てようと思ったら、やっぱただじゃ当てれないんですよ。うんうんうん、必殺技当てたいけど、当てらんないって、うんうん。そこはその精神コマンドで、例えば必中ってのがあって、それは必ず当たるようになる。うんうんうん、で、逆に、すごい強い敵が自分を狙ってるっぽいぞっていう時に、はいはい、ひらめきっていうのを使うと、100% 回避できるとか、うんうんうん、まあそういう精神コマンドがあるんですけど、はいはい、そこの中で熱血っていうのがあるんですよ。うんうん、で、それが、攻撃力が、まあそれちょっとシリーズによって違うんですけど、うん、まあ基本は倍、まあ、的そう倍になるみたいな、うんうんはいはい、精神コマンドなんですけど、そのさらにもう一段上が魂っていうのがありまして、で、それが攻撃力、まあ分かりやすく言うと3倍ぐらいになるっていうやつなんですけど、うんはいはい、イデオンが、その魂を使えるっていうのがまた問題で、うんうん9999の。もう行ってる、マックス行ってる。マックス行ってるし、うん、マップ全体に攻撃で、できる、マップ兵器で魂使えるってもうわけわかんない。それもうここまで戦略を、もう、もう頑張ってこう積み重ねてきて、うん、で、一生懸命やりくりしてきたのを最後の最後で後半で台無しにしちゃうっていう、イデオン、ね。イデオン問題あったんだ。いいですね。すごい面白いんですけど。これじゃあいずれちょっとまたね、メイクエンドシャッフルで本格的にね、はい、伺っていこうかと思っております。はい、はい。ということで、もう本当ね、じゃあだいぶキリもないので、まあ、はい、ベストゲーム、ちょっとざっくりと、うんうんうん、先ほどね、ちらりとそのタクティクス、はいはいはい、FF のタクティクス上げていただきましたが、はいはいはい、さらに他に何かマイベストゲームを選ぶとしたら、うん、アストロボーイ鉄腕アトム、アトムハートの秘密っていうゲームですけど、はいうん、これ多分、あんまり知られてないゲームじゃないですか、うんうん、僕も知らなかったです、はい、普通はあんまり選ばないゲームだと思うんですけど、うん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 、あの10年ぐらい前に、はいアストロボーイってアニメ版の、テザーアニメやってたんですけどアトム、はい、そうですでそれの、要はゲーム化っていうことだと思うんですけど、うんうんまあ、アニメとは基本関係なく、うん、もうなんか開発者の人たちが多分、うん、これをやりたいっていうのを詰め込む、うん、俺の見たかったアトムそうそうそう俺のやりたかったアトムだし、うんうん、俺のやりたかった手塚ユニバースをああじゃあ結構手塚ここで形にしたいそうなんですへでこれはまあ、鉄腕アトムが、うんうんまあ、基本は主人公でこれも横スクロールアクションなんです、うんうんうん、シューティングです、うんうん、で横スクロールでありながら途中で、うんうん、いろんなね隠れキャラクターたちがいて、はいはい、と出会っていくで、うんうんうん、出会うことで自分が強化されていくっていう、うんうんうん、タイプの、ゲームなんですけどアトムが成長していくというかそうそうそう、うんうんうん、で一周目あこれまあ普通にアクションゲーム好きとしても僕はなかなかやりごたえある、うんゲームだなと思ってやってたんですけど、うんうんうん、普通にやっていくと一周目バッドエンドなんですよへえこれはもう絶対に一周目バッドエンドにくっつくようになってるうどうやっても取れないものがあったりとか、はいはいはい、あれっていうのが残ったまま、うんうんエンディングに行っちゃってでしかもバッドエンドになっちゃうんですよ、うんうん、でなんか普通に地球滅びましたみたいな感じになっちゃって、うんうんうんなんじゃこりゃとかって思ってたら、うん、真っ暗な画面にこう傷つき倒れたアトム、はい、でそこに火の鳥が現れるんですねほうほうほうでそれ であのアトム私はあなたのこれまでの行いを見てましたって言って、うんうんはい、であなたにもう一度命を与えましょうって言って、うんうんうん、でアトムが復活して要は一周目で叶えられなかったことを叶えるための二周目が始まるんですよちょっとこうパラレルワードじゃないけど一旦こう歴史改変じゃないけどそうですそういう歴史改変的なことが行われるのが2週目でへーで1週目とゲーム性が微妙に変わるんですほうで、うん、1週目は基本的に一方通行のアクションゲームだったのが、うんうん、そのステージ選択ができるようになって、うんうん、でこう自分の取っていない、まあ、解放していないいろんな条件とかっていうのをどんどん穴埋めできるようになっていって、うんうんうん、で仲間たちっていうのも1週目じゃ絶対分かんねえよっていうような、手塚作品のキャラクターたちといろんなスターたちがそうそうそう、うん、出会えて、はい、で最後
あの本当のエンディングにたどり着くっていうゲーム。すごい、そこまで周到な2周目準備。そうなんです。2周目をやる意味がある2周目前提のまず1周目なんですよね、はいはい、面白いな。完全ではない1周目で完全な2周目なんですけど、うんうん、でエンディングの最後に、はい、飛び寄って、これアトム本名ですね、うん。で、そのアトムのお父さん、天馬博士が、アトムに向けて、はい、その、まあ、メッセージというか、うんうん、っていうのを言うんですけど、それが、はい、え、これ手塚先生書いてたんじゃないのっていうような、もう名文なんですよ、そのメッセージが。それぜひとも、まあ、ちょっとま、ネットで見れるだろうとかするんで、ちょっと調べてみてもらいたいんですけど、はいはいはい、手塚治虫先生の中で、火の鳥の最後っていうのは、はい、あれずっと、すっごい昔の話から始まって、うんうん、すっごい未来の話、はいはい、でだんだん近づいていって、うんうん、最後は現代編になって終わるっていうふうに言われてたんですけど、うんうんうん、それが最後が鉄腕アトムで終わるんじゃないかって言われてたんですよね。で最後は、うんうん、あの火の鳥っていろんなあのキャラクターのスターシステムになってたんですけど、うんうんうん、はい、まあ、もう輪廻転生というかね、なってますからね。でそれで最後は鉄腕アトムの話になって終わる予定だったらしいんですよ、ね、おだそれをこう、このすごい手塚作品に愛情のあるチームは、このゲームで、ちゃんと完結させようと。やってみたかった。俺たちが火の鳥完結編と、その鉄腕アトムを繋げるんだ、そうです。しかもそれがそのクオリティも高いわけですもんね。そうなんですよ。その名文というかね。うん、そのエンディングのその文章が、ちょっと俺も普通に泣いちゃいましたもんね。感動して。あ、そんななんだ、うん。そうです。これ全く知らなかったですね。これなかなかちょっと、知られざるゲームなんじゃないかなと思うんで。めちゃめちゃ。まあ、ちょっと後でそれは見ますんで。うん、はい。わかりました。ということでね。はい。もう、時間いっぱいです。はい。ということで、後編はですね。はい。まあ、はい。いろんなことをね、またやっていただきたいと、お話を伺いたいと思います。はい、また来週もお願いします。お願いします。今夜のゲストは先週から引き続き、ベースボールベア、小出祐介さんです。よろしくお願いします。お願いします。はい。ということで、まずはその、先週ちょっと取りこぼした部分。はい。結構テキストアドベンチャー系いっぱい書いてね、あの今までやったゲームというので、そうかもしれないですね。こいつはなんか音切りそうでしたっけ、はいはいはい、なんかその話とかしてんのなんか前聞いたことある気もするんですけど。あ、本当ですか。はい。まあ、かまいたちの夜とかね、うん、まあベタですけど、あとね、音切りそう、夜光獣、街、渋谷とか、うん、学校であった怖い話とかありますけど、うん、はい。でその流れで、うんうん、クソゲーとして有名なのが、四十八カッコ仮。四十八カッコ仮。っていうゲームなんですけど。これ有名なんですか、クソゲーとして。クソゲーとしてはすごく有名です。ほうほうほう。で、僕は、その、クソゲーオブザイヤーっていう、うん、まあなんかそのネットで、皆さんがこう決める、アワードみたいなのを毎年やってるんですけど、うんうん、で、それで有名になる前に、うん、僕普通に買ってて。これは面白そうだ。楽しみに。楽しみに。普通に楽しみに。そう。っていうのも、なんかファミ通かなんかで、うんうん、その開発開始みたいな記事が最初に出たのを見て、はいはい、で、それで、あ、面白そうと思って、うんうん、ずっと楽しみにしてたんですよ。え、どんな系のゲームなのこれは。まあ、簡単に言うと、うん、47都道府県にある、こう、様々な階段を、うんうんうん、聞いて集めるっていう。あー。まあ、それだけの、はい、耳、新耳袋みたいな。耳袋みたいな、そういう、はい。まあなんかそういうノリだと思っていただければ。まあ、こちらのね、ホラー好きというかね、そういうラインもありますからね。はい、そうそうそう。で、うんうん、このメインのシナリオライターっていうのが、うん、その学校であった怖い話を書いた人なんですよ。うん、で、同じ人だし、だと、はい、稲川淳二さんとか、はい、筒井康隆さんとか、伊藤淳二さんとかの監修の話があったりとかして。すごい豪華ですね。そうなんですよ、うんうん。で、っていうのを見てたから、うんうん、僕は結構ずっと楽しみにしてたんですけど、うんうんうん、で結局なんか出る、その開発開始みたいなのが出てから、うん、速報が出てから2年ぐらい出なくて。結構ロングスパンで。そう。で、うんうん、いつ出んのかな、うんうん、で、四十八カッコ借りっていうタイトルも結局そのままずっとカッコ借りで、うんうん、あ、このまま出るんだ、うんうん。正式タイトルがカッコ借りのままで。そう、あ、そういうことなんだ。アプガみたいな感じですか、ね、うんうん、で、出てやったんですけど、最初はね、やってる手応えとしては、うん、なんか、あれ？これは、シャレなのかな本気なのかな、うん、何なんだろうみたいな、うん。で、やっていくうちにどんどん、あれ？これはクソゲーってことみたいな。なんかだんだん、こう自分の中にこういろんな親っていうポイントが降り積もってはいたんですよ。うんうんうん、でも、クソゲーだと思ってやってはいなくて。うんうんうん、全然楽しむ気満々で。楽しむ気満々で。で、そうしたら、
じゃあその年明けとかになって、このクソゲーオブザイヤーが発表されて、うん、あ、このゲームってやっぱクソゲーだったんだ。あ、やっぱ間違ってなかったんだ。間違ってなかったんだ、俺、うん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 。っていうふうに後から気づいたっていうゲームなんですけど、うんうん、あのね、で、どこがそんなクソなの？で、うん、どこがクソゲーなのかっていうのを説明するのも難しいぐらいクソゲーなんですよ。あ、そう、うん。あの、なんかわかりやすい、うん、はい、例えばあの、有名なデスクリムゾンとか、はい、なんかああいうこう、なんだろうな、熱意はあるし、うんうん、なんかこう、作りたいイメージはあるけど、うんうん、なんかいろんなものが足りてなくて、技術とかお金とか足りなくて、こうなっちゃいましたっていう、うんうん、なんか愛すべきっていう感じじゃなくて、はいはいはい、なんか、普通に手抜いてんだろ、これ、とか。ああ、そうなんだ。そういうあれなんだ。うんうん、面白くねえよって。そうそうそう。普通につまんねえよって思うことがたくさんある。あ、まあ、突っ込みどころとして捉えれば、もう本当に山ほどあるんですけど、うんうん、まあ、有名なエピソードで言うと、うんうん、はいはい、広島かなんかの話で、うん、ヒバゴンっていう話があるんですよ。うんうんうん、ヒバゴンって、まあ、エンジンみたいなやつだ。エンジンのやつみたいなやつですね。うん、あの、うん、ユーマーの、うんうん。で、そのヒバゴンっていう話だって言うんで、それをまあ、こう、開いてみると、うんうん、なんか女の子が、なんか心霊写真が撮れちゃったみたいなことを言ってきて、うんうん、で、心霊写真見せられるんですよ。うん、で、それがなんかね、山かなんかのこう写真で、うんうん、で、見てって言って渡されて、画面がそれなんですよね。うんうん、で、そしたら、ランダムで、お化けの顔みたいなのが、なんか、ぬるってこう、うわーって浮かび上がって、スーって消えてく。っていう、それだけなんですよ。別に、ヒバゴンにまつわるエピソードがあるでもなく。でもなく。しかもランダム。ランダムなんですあの、なんか、ゲーム性でやるんじゃなくて。うん、じゃなくて、ランダムで。だって意味がわかんないんですよ、ね。はって思って終わり。で、ヒバゴンってしかも心霊、ね、心霊じゃないし。ないし。そう。あとさ、心霊写真の肝としてさ、うん、別にスーッと出てくるとかさ、うん、そういうことじゃないよね。そう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 。あの朝はね、でしょ、うん、で、そういうことじゃねえじゃんっていうことがもう山ほどあるんです。あと沖縄の話かなんかは、うんうんうん、それも、なんか別になんてことない、なんかどっかのホテルに泊まったら、なんか男の子に話しかけられて、あ、なんか女の子の話なんですけど、うん、なんかどっかのホテルに泊まったら、なんか男の子に話しかけられて、で、それでその子と仲良く話したりとかしてたんだけど、周りの人たちには見えてなくて、うんうん、私にしか見えてなかった、男の子で、実はその子がそのホテルで昔亡くなった子なんですって、うんうん、みたいなだけの話なんですよ。ね、うん、で、だけの話なんですけど。まあ、それ自体はスメッシュじゃないもんね。うん、で、それだけなんだったらまだ良くて、うん。で、その女の子が喋るんですよ、ええ。ルー大柴さんみたいな喋りなんですよ。なんか横文字混じり。そうですか。あの、なんか、マザーが、とか、うん、どっかのホテールに、とか。片言外人みたいな。そうです、そうです。うん、なんか、ちょいちょい英語みたいなのを、うんうん、挟み込んでくる、ルー語を喋る女の子、うん、ノイズ。すごいノイズなんだ。ノイズ。でも全然内容入ってこないし、で内容を聞き取ったところで内容もないし、多分何がしたいんだよ、これ。そんなんばっかり。本当に。それが47都道府県続く。続くんですよ。うん、もうイライラしてしょうがないっていう。この48カッコ仮を面白く喋るのもなかなか難しい、うん。いやいや、もう面白いですけどね、これ聞いてると。やりたいかって言うとあれですけど。うん、で、中にはね、これをあの実況してる人とかもいるんで、うんうん、はいはい、そういう動画もあったりするんで、うん、まあそれで見てもらえると、興味ある人はね、うん、あの、突っ込みどころ満載では見れると思うんですけど。人に突っ込んでもらいながらだったら心を穏やかにできる、うん。楽しく見える。それをさ、フラットにさ、要するにさ、クソゲーだからって覚悟もなくさ、うん、楽しむぞでさ、そう。ね、んってさ、そう、そんな僕の気持ちをちょっと察してもらいたい。クソゲーなのかなってだんだん気づいていく難しさ。でもね、ゲームってやっぱそこがね、あの、あれこれちょっと合わないかも、に至るまでが長いじゃない。長いですよね。映画だったらもう4本見れてるよっていうさ、ところで言うやん。でもそれがさ、また体験としてね、深くなるっていうところありますからね。はい、まあ、印象的なゲームってありましたけど。あとなんか最近はですね、まあ、昔のゲームが、あの、最新のプラットフォームでこうリメイクする。あの、まさに今ね、先週今ツアー中にやってるっていう、あれなんだっけ？オーディンスフィアね。オーディンスフィア。はい。それもリブートっていうかあれなんですよね。移植なんですもんね。そうです、そうです。あの、リメイク版で、ビータとプレス4かな。はい。っていうの移植版だったんですけど、オーディンスフィア。そういう昔のゲーム、そういうリメイクものをこう、そういうの
やってみたりとかって。いや、すごい好きですよ、僕。うんうん、アーカイブ系のゲーム、プレステのアーカイブだったりとか、うん、バーチャルコンソールだったりとか、はいはい、とかもすごいやったりします。完全にその、例えば世代だと思うんですけど、ロックマン。うんうんうん、ロックマンがですね、はい、昔のそのロックマンのそのなんか、ロックマンクラシックコレクションということで。ああ、はい、もう1ありますよね。そう、1。で、その第2弾が、また8月に PS4 で出るという。はいはいはい、あ、じゃあ後半ってことかな、うん、セブンから。はいはい、そうそう、そう、まさに横かって、セブン、7作目から10作目まででしょ。うんうんうん。ロックマンやったりしてるんですか、じゃあ。ロックマンもやりますよ。ああ。てか、どういう時間の使い方で やってるんですか、これ。通話中はまだね、街とか多いと思うけど。いや、結構家でもやります、うん。で、家で携帯ゲームでやったりすることもあるじゃないですか。うんうんうん、で、その時に、昔の、その、テレビでやってた、うん、横スクロールアクションとかが、はいはいはい、携帯ゲームなんかすごくやりやすかったりとかするんですよ、ね。ああ。だから、結構今、その、横スクロール系は、あえて、その、ビータとか、DS とかでやるってことが多いですね。だから、ロックマンクラシックコレクションとか、すごいいいかも。はい、なるほど、うん。ちなみに今、うんうん、持ってるというか、稼働してるゲーム機はどんな感じ？プレステ4を、一応 Wii U も繋いでるし、まあ、スイッチ。スイッチ。で、外持ってくようで、ビータ、うん、3DS、うん。あ、万全ですね、もうね。そうですね、基本は。360度注意できてますね。できてますね。基本はそういう感じでやってますけど。うん、最近、うんうん、やり込んだ感じで言うと、どれですか？まあ、据え置きでも何でもいいんですけど。ディビジョンっていうゲームがあって、うんうん、はいはいはい、それはね、去年すっげえやってました、ね。ちょっとね、これだけ確かに異色っていうかね、うん、初めてハマった。ミリタリー的な。そうそうそう、うん、初めてハマった、この手のゲームっていう感じですかね。うんうん、それはなんでなんですかね。これもね、だから、レベルアップ要素があるからってことだと思うんですよね、うんうん、はいはい。アクションもありながら、基本は実はその RPG 要素も実はあって、うんうん、で、だけど、オープンワールドだけど、適度に狭いと、うん。ニューヨークの話なんで。ああ、はい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 。あ、やられました、ディビジョン。ディビジョンやってないけど。うん、ディビジョンは、基本ネットつなぎっぱなしの、うんうん、タイプのゲームで、うん、で、その。そうだ、オンライン問題もありますしね。そうです。で、僕、オンラインも実はそんなに得意じゃない。一、うんうん、人でやりたいタイプなんですけど、うんうんはい、で、これはその、もうオンラインで常時つなぎっぱなしで、で、自分がいるニューヨークのところに、もう他のプレイヤーがもういっぱいいるんですよ。うんうん、あ、それはオンラインのプレイヤー。そうです。おお。でもうオンラインのプレイヤーとかも自動的に繋がっちゃってるから、うん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 、もう他のプレイヤーがどんどんこう、こっちが走ってたらわーって通り過ぎてたりとか、でも全然あるんですよね。うんうん、で、そういう人たちと一緒に、まあ、クエストに、臨んだりとかするんですけど、うん、それは自分で、例えば、仲間内で、うん、チームでやってもいいし、うんうんうん、全然知らない人と、まあ、自動マッチングでやるっていうのも全然できて、うんうんうん、で、それも、あ、意外と楽しいもんだなと、うんうん。で、あんまりこう、過度に連絡取り合わなくてもできるので、うんうんうん、なんか、モーションとかだけで、うんうんうん、まあ、ある程度伝えられるゲームなので、うんうん、あ、これなかなかいいなって言ってやってたんですけど、で、基本はミッションをこなしていくってものなんですけど、うん、ダークゾーン、っていう一個目玉がありまして、それがそのニューヨークの、バイオテロによって荒廃したニューヨークが舞台なんですけど、で、そのニューヨークの真ん中にダークゾーンっていうところがあって、そこは特に治安と汚染がひどいところなんですよ。その代わり、リアリティの高いアイテムが、ああ、また来ちゃった、レアなアイテム。ダークでレアなアイテム。そう、レのやつなんですよ。レのダンジョンなんですよ。で、レのエリア。確か先週をね。そうそう、先週もそんな話してたんですけど、そんなエリアがあって、はいはいはい、で、そこに入っていくと、うん、まあ確かに難しいんです。いわゆるコンピューターの敵も強いし、まあ、腕っこきたちがまたオンラインで待ってます。そうです。オンラインの、そうそう、腕っぷしの強い人たちがたくさんいると、うんうん。で、そこでアイテムを回収しました、レアな。はい、で、それを持って帰りたいってなると、うん、それを、ただで持って帰れるんですよ、うん。で、持って帰るためには、自分でアイテム回収用のヘリを呼ばなきゃいけないんですよ。ほうほうほう。で、それでバシューンつって、こう、発煙筒みたいなのを飛ばして、うん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 、で、ヘリが来るまで、時間がかかるんですよ。うんうんうん、ね、2、3分だったり、うんうんうん。で、時間かかる。その間、こう、ずっとその、ヘリが到着するエリアのところで、こう、うろうろして待ってなきゃいけないんですけど、その時に、普通のコンピューターの敵も集まってきたりとかするし、で、他のプレイヤーたちもそれに、うん、乗っかって、アイテム回収してもらおうとしてくる。はい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 。で、その時に、うん、
つなげたアイテム、その、ロープが垂れてくるんですけど、うんはいはいはい、そこにくっつけたアイテムをぶんどったりとか、うん、ロープを切るってことができるんですね。それによって、かなり立ち悪い攻略。そう、それによって、プレイヤーのローグ化っていうのが起きるんですよ。ローグ化っていうのはこう、悪党化というか。悪党化が起きるんですよ。はいはいはいっていうのがありなゲー、うん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 、エリアなんですよ。さっきからあのね、やっぱ、通じてましたよ、盗み。そうそうそう、そう。暗いエリア、レアなアイテム、盗み。そうそうそう。うんうんうん、それがね、行われるエリアなんですよ、ダークゾーン。で、それが、あの、もうローグに当たると、うんうん、もう本当に立ち悪い奴らがローグになってるんで、くっそ、こいつらって思いながら、うんうん、なんとか必死にアイテムを回収する。気分悪くなるじゃないですか、だってこれ。めっちゃ気分悪くなりますよ。うんうんうん、本当にこいつらはと思うんだけど、もう俺は絶対に逆に、ローグ化しないで。ああ、なるほどね。そう。もう俺は正義のディビジョンのまま、ここを脱出してやるって気持ちになるんで、結構燃えるんですよ、ね。結構やっぱ、こいちゃんはやっぱ、それなりにゲームのやりごたえ感というか、うんうん、ある程度のハードルは絶対欲しい、ね。ああ、そうですね。どうやらね。ある程度負荷があった方が楽しめる、うんうん。しかもね、自然とオンライン、ね、なんていうのオンラインアレルギーも解消してというか、はいはい。そう、ディビジョンのおかげでね、うんうんうん、そこはなんかちょっと解消された。僕、オンラインもあんま奥手でもあるんでね、うんうんうん、ちょっとその辺もね、その辺もこの番組で FF と並んでね、なるほど。残ってるラインでございます。だからディビジョンとスプラトゥーンって、実は全然違うようで、うん、結構近い、うんうん、ゲームというか、うんうん、で、スプラトゥーンも同時期に、あの、出てたんですけど、うんうんうん、だこのなんかディビジョンとスプラトゥーンのおかげで、うんうん、結構そのオンラインアレルギーは解消されたかもしれない。話聞いてて面白そうなんだけどね。いやー、ダークゾーンいいですよ。うん、で、これソフト出て、もうだいたい1年半ぐらい経ってるんですけど、うんうんうん、まだ配信コンテンツと、はいはいはい。アップデートしてんですよ、今ね、もう切りないんです、切りないんですよ。このゲーム全然終わんねえな、うん。このゲーム限らずっていうか、もう一個やり込むと、うん、いや、まだマップ広がってるし、みたいなのがね、困った。しかもレベル上げ要素もあるしさ、嫌ですね。あと、まあ、おいちゃんがゲームから学んだことなどありますか？うん、僕はね、特に学んでないっていうのが、うんうん、むしろ、ゲームやりたい理由なのかなと思って。本当にもう 100% の気晴らし。頭空っぽになるっていうのが、一番ゲームの欲してるところというか、うんうんうん、ゲームをなんでやりたいかというと、もうなんか何もかも忘れて、没入したいっていう、うんうん、なんかそこなのかなと思ってて、うんうんうん、いや僕は2年ぐらい前かな、2、3年前にツアー中に、ちょっと過労で声出なくなって、たことがあって、うんうんうん、あと睡眠障害じゃないですけど、うんうん、なんか寝ても起きちゃうみたいなことになって、で、声が出なくなっちゃったことがあったんですよ。うんうん、で、その時に、医者に行って、お医者さんに、に言われたのが、うん、なんかもうずっと仕事のこと考えてないですか？みたいなこと言われて、で、はい、とか言って、で、じゃあ、もう自分で息抜きを見つけなきゃダメですって言われて、うんうん、要は頭を空回転させるようなことを、見つけてくださいって言われて、うんうん、とかって思ったら、その時ゲーム全然やってないって気づいたんですよ。うんうん、で、あ、そうだ、俺ゲームやってなかったもん、この1年ぐらい。と思って、うんうんうん、で、なんかいいゲームないかなと思って探したら、うん、ちょうど、Wii U でですね、うん、無双シリーズのゼルダ無双が出た時だったんですよ。で、無双シリーズって僕やったことなかったんだけど、うんうん、なんかイメージ的に出てくる敵をもうバッタバッタ切ってくる、うん。あれもね、何も考えないゲームの代表格ですね、本当にね。そう、うん。だからと思って、これはいけるんじゃないかと思って、うんうんうん、ゼルダ無双を買ったんですよ。うんうんうん、で、それからもうそのツアーの合間でもうずっとゼルダ無双をやってたら声出るようになったっていう、うん。そう。で、いい話。そう、夜寝れるようになったんですよ。いい話。うん。っていうかさ、今までね、こいちゃんのゲームの話聞いてて、うん、この人が1年間ゲームをやらないと、うんうん、それは精神に異常もきたしますよっていうか、なんかそのか、ね。で、やっぱ、うん、でもそれまでは、やっぱり、うん、あ、そんなにゲームが自分にとって、本当に気晴らしになってるっていうのを意識してなかったんだけど、うん、本当はそうだった。だから体が悲鳴を上げたというか、うん、先に。心が叫びたがってるんだっていう。状態。いや、ほんとね、そうで、うん、あ、だから俺やっぱ意外とゲームが、うんうん、なんかね、自分で息抜き下手だなと思ってたんですけど、うんうんうん、ゲームが、うんうん、あ、息抜きになってたんだって、うんうんうん、そこで気づいて、うん、ちょっと意識的にゲームやったら、うんうん、なんか自然とこう、体も治ってきて。これで、でもちょっといい話だし、うんうん、やっぱその、結構でも、例えば三浦大志くんとかでも、やっぱどんなにクタクタでも帰ってきて、やっぱゲームやると、うん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 。で、それがやっぱり最高の、息抜きになるから、つって。だからちょっと多少睡眠時間削って、でもやっぱりやりたいっつってて、うんうんうん、
だからやっぱそういうことなんでしょうね。いやなんだと思うんです、ね、ってことはやっぱ俺はあれじゃん、その忙しい時期ね、うんうん、僕自己暗示で、うん、今ゲーム機というのは存在しないと、うんうん、このこれはあくまでも DVD、うん、ブルーレイ最盛期でやるっていうふうに思い込む時期っていうのがあるんですけど、はいはいはい、ダメだねこれは、やった方がいい積極的に、うん、いやまあでもっていう気持ちで積極的に僕ゼルダのあのブレスオブザワイルドやった結果、締め切りをあのギリギリ飛ばしまくるっていうギリギリ守るんじゃない、ギリギリになるんじゃなくてギリギリ飛ばすっていう、ギリギリ飛ばすっていう、ギリギリアウトじゃねえか。まあそこはちょっとね塩梅はあるかなと思うんですけど、適度のね、適度の、でもやっぱ結構四六時中何か考えてる仕事っていうのをやってる人は、うんうんうん、なんかこう頭をこうから回転させる、うんうん、時が必要なんじゃないかな、全く別のねことでね、から回転、そうですそうです、いいですねから回転でね、うん、でもそれで本当に体調良くなったんだからね、うん、いや本当そうなんですよ、すごいことですね、うん、ゲームをやると心身にいいそれでございます。はい。はい。ということで、この番組ではですね、なんかリスナーの方からメールも募集しておりまして、はいはいはい、ちょっと紹介させてください。はい。ラジオネーム、アイアムダディッツさん。はい。私はこれまでほとんどのハードを持ち、結構いろんなジャンルのゲームをしてきましたが、ただ一つどうしてもできないでいるのが、オンラインゲームです。うん、まさにさっきのディビジョンの話じゃないですか。はいはいはい。もともと仕事以外では一人でいるのが好きなので、うんうん、オンラインは全く興味なかったのですが、うんうん、そんな私にさらに追い打ちをかける出来事があり、オンラインはちょっとしたトラウマとなっています。うん、それは、以前の放送でも話題に上った、うん、あの名作と言われる、うん、風の旅人を初めてプレイした時のことです。おうおう、風の旅人という、はいはいはい、まあ、インディーゲーム。ちょ、まあ、そんなに長いゲームじゃなくて、うん、3時間ぐらいですかね、うんうん。やればクリアできるような感じなんだけど、うんうん、何気なオンライン要素というかね、うんうん、ことなんですけどね。何もわからないままゲームを進めていると、うん、突然、自分のと似たような、自分のプレイね、うん、そのプレイ像っていうか、その、はいはい、アバターという日か、うん、似たような相手が現れました。うん、私はその瞬間、敵だと確信しました、うん。寄ってくる相手を突き飛ばし、行く手を阻み、相手もかすめ取る私。奴よりも早くゴールへと非道の限りを尽くす私。そして何かの理由で突然知った。奴は敵ではなく、味方だという驚愕の事実。しかも、CPU キャラとばかり思っていたのに、それが人間だったんだ。オンラインだったんだよね。そうなんですよ。特に説明もなく、うんうん、自分と同じようなのが現れて、うんうん、で、言語らしきものを話してる。うんうん、だけど、なんだかわかんないんだけど、うんうん、それ実はオンラインで繋がってる、うんうん。他のプレイヤー、うんうん。で、それを知った瞬間、私はゲームの途中で、電源落とし。これあんまやっちゃいけないやつですよ。あんまやっちゃいけないやつですよ。ソファーから床に崩れ、崩れ落ちました。この地球上のどこかにいるその人は、純粋な心を持つ幼い少年少女だったかもしれない。はたまた、心に傷を負い、人のぬくもりを求めてやってきた寂しい大人だったかもしれない。道理でやたら、道理でやたら近寄ってくると思った。彼、もしくは彼女は、私と助けようと一生懸命近づこうとしていたのです。その人に向かって私という人間は、なんという下道、ゲスの極み、死にたい。と、もう怖くて風の旅人のスタートボタンを押せなくなってしまいました。うん、でもあの世界観は大好きなんです。どうしてもやりたいんです。だからこの投稿を機に、あの時傷つけた人への償いも、込めて、今度こそ相手を思いやり、助け合い、言葉がなくても通じ合う醍醐味を味わうべく、もう一度勇気を持ってスタートボタンを押してみようと思います。うん、というね。世の中にはさ、下手するとあれじゃないですか、だからディビジョンこうやっててさ、うんうんうん、もう気づかないでさ、うんうん、うら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 いやになっちゃう可能性もありますよね、うん、ダークゾーンのことよく知らずによく知らずによく知らずにアイテムの時にあれこれ取れんじゃねえと思って取ったらそれはローグになっちゃいます、うん、たまたま通りかかってねオッケーなんつってそう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 それナチュラルローグ多分やりかねないですよねナチュラルラディッツさんはねえ、でもまあでもそんぐらいちょっとそれでも、うん、あの世界に戻りたいというぐらいやっぱ風の旅人素晴らしいということで、はい、ぜひぜひやっていただきたいと思います、はいはい、ということでいかがだったでしょう。まあこんだけゲームの話ばっかり話し込めるってね、うん、したこと全然なかったんで、あでもね今までのゲストの中で、うん、がしてないトークの傾向が一つありましたね、うんうん、あのクソゲーについて詳しく語るっていうこれは今までやってないやつですね、うん、あよかったそれでもやっぱ楽しい、ね、楽しいです。クソゲーもクソゲーで味わいありますよね。特にそれをなんか発見した時は、うんうん、自分ではいはいはい、だんだん気づいていく、自分で気づいていったこれクソゲーではっていう思っていく感じね。まあ小いちゃんはまたねあのウィークエンドシャッフルの方でですね、はい、アスパロボ対戦特集なんですかね、はい、イデオン問題もすごい面白かったですけどね。イデオン問題は本当深刻なイデオン問題だった。いやもう本当でもそれね、やる人にですねおかしいじゃんってさ、うんうん、ボトムズとイデオンってさ、そうですね、ってさ言ってたの分かりました。謎が解けました。やっぱ全然問題は問題だった。問題は問題だったということでございます、はい。はい。ということで、ベースボールベア小出祐介さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。
でしょ、うん、に対して。ハードスーツみたいなことだもんね。そうそうそう。で、イデオンとか出てくると。イデオンだって何百メートルじゃん。そうそうそう。だからもうとんでもないサイズ感違う。俺その件が一番納得できねえっつって、うん、ブスカブスカ言ってたんだけど。あのね、イデオン問題は、イデオン問題であるんですよ。これ深刻なイデオン問題があって。イデオンはね、大きさインフレがね、やっぱ。そう、まあ、これちょっと後で話しますけど、イデオンに関しては。で、その、リアル系の、ロボットの特性としては、火力自体はそんなにないけど、うん、その命中率と回避率の補正がとにかく効くと。なるほど。で、特にニュータイプの人たち、うん、まあ、アムロとか、うん、で、カミューもそうだし、うん、だまあ、クワトロバジーナとか、うん、まあ、あの辺の人たちっていうのはニュータイプ補正っていうのがあって、うん、レベルアップとともに、うん、その勘が冴えてくるわけですよね、うん、要はアニメ同様。うんうんうん、で、その、ニュータイプ補正でどんどん命中率と回避率がもうぐんぐん上がっていくわけなんですよ。あ、そうかそうか。うん。に対して、スーパーロボットの人たちっていうのは、その辺の補正がないんで。割と大味な。そう。火力はあるけど、その辺が当てられないって。なるほど、なるほど。っていうのがあって。ああ、ちゃんとそこのバランスが。があるんですけど、で、そこがあまりにもシビアなのが、やっぱ第3次とか第4次。へぇ F ぐらいの時が、もうこの辺が、本当に難しくて。だってさ、もともとさ、うん、その違う世界観を一緒にいること自体がさ、うん、もう大嘘っていうかさ、まあ、そうですね。何個フィクション重ねてんだよってことなのに、うん、そこだけはシビアなのかよ。そうそうそう。で、そこがシビアすぎるもんだから、で、あと、まあ、ヒーローものでもあるわけですから、やっぱ敵は強いわけですよ。はいはいはい、で、その敵が強い、味方はちょっと弱め、敵は強いっていう、その格差っていうのも、うん、もうえげつなくて、で、第3次の後半とか、第4次 F の後半とか、もう えげつないその格差のを、どうにか、うんうん埋めるために。こんなん勝てねえよと。そうそう。それを戦略とか、はいはい、あとは、その、なんだろうな、機体の強化とかもできるんですけど、うん、それをもうどうやって育成していくのかっていうのをやりくりしながらうまくいかないと本当に積んじゃう。あ、うん、積んじゃうこともある。積んじゃう、全然積んじゃいます。で、さっき言った、まあちょっとイデオンの話なんですけど、うん、イデオン問題。F 完結編にイデオン初めて出てきたんですよ。はい。で、この。イデオン出しちゃダメじゃないかなっていう、ね。そう。イデオンはね、出しちゃいけないんです。マジで。あのね、ゲームバランスをね、見事にね、うん、ぶち壊したら。だってさ、ほら、宇宙規模じゃないですか、もうイデオンは。そうです、はい、そうなんです。だから、ね、はい、ちょっと桁が。桁が違うんです、で、その代わり、一応、やっぱイデオンにはイデオンルールがあって、ほうほうほう、で、まずそのイデゲージが、うん、イデが高まって。そう、イデが高まってこないと、うん、もう本当に全然使えないんです。デケだけ。デケだけ。そう、全然使えないんですけど、うん、それが溜まった瞬間、全もうすべてのゲームバランスを破壊するんです。全殺しで可能ですからね、もう。そうなんです。で、マップ兵器っていうのが、ありまして、はいはい、で、これまあ、マス目の中でキャラクターを動かして、こう、戦闘するもんですから、うん、基本的には。うん、で、射程距離があるわけですよ。うんうん、で、例えば、ビームサーベルみたいな近距離攻撃は、うんうん、まあ、当然、一マスとか一周目、うん。で、完全な二周目なんですけど、うんうん、で、エンディングの最後に、飛び寄って、これ、アトムの本命ですね、うん。で、そのアトムのお父さん、天馬博士が、アトムに向けて、はい、その、まあ、メッセージというか、うんうんっていうのを言うんですけど、それが、はい、これ手塚先生書いてたんじゃないのっていうような、もう名文なんですよ、そのメッセージが。へそれぜひとも、まあ、ちょっとまあネットで見れるところもするんで、ちょっと調べてみてもらいたいんですけど、はいはいはい、手塚治虫先生の中で、火の鳥の最後っていうのは、はい、あれすっごい昔の話から始まって、すっごい未来の話、うんうんうん。で、だんだん近づいていって、うんうん、最後は現代編になって終わるっていうふうに言われてたんですけど、うん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 、それが最後が鉄腕アトムで終わるんじゃないかって言われてたんですよね。で、最後は、火の鳥って、いろんな、キャラクターのスターシステムになってたんですけど。うんうん、はい。まあ、もう輪廻転生というかね、なってますからね。はい。で、それで最後は、鉄腕アトムの話になって、終わる予定だったらしいんですよ、ね。おだそれを、こう、このすごい手塚作品に愛情のある、チームは、このゲームで、ちゃんと完結させようと。やってみたかった。俺たちが火の鳥完結編と、その鉄腕アトムを繋げるんだと。そうです。しかもそれがそのクオリティも高いわけですもんね。そうなんですよ。その名文というかね。うん、そのエンディングのその文章がちょっと俺も普通に泣いちゃいましたもんね。感動して。あ、そんななんだ、うん。そうです。これ全く知らなかったですね。これなかなかちょっと、知られざるゲームなんじゃないかなと思うんで。めちゃめちゃ。まあ、ちょっと後でそれは見ますんで。うん、はい。わかりました。ということでね。はい。もう、時間いっぱいです。はい。はい、ということで、後編はですね。はい。まあ、いろんなことをね。はいいただきたいとお話を伺いたいと思います、はい、また来週もお願いします。お願いします。今夜のゲストは先週から引き続きベースボールベア小出雄介さんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで
まずはその先週ちょっと取りこぼした部分、はい、結構テキストアドベンチャー系いっぱい書いてね、あの今までやったゲームというので、そうかもしれないですね。こいつはなんか音切りそうでしたっけ、はいはいはい、なんかその話とかしてんのなんか前聞いたことある気もするんですけど、あ本当ですか、はい、まあ、かまいたちの夜とかね、うん、まあベタですけど、あとね、音切りそう、夜光獣、街、渋谷とか、うん、学校であった怖い話とかありますけど、うん、はい、でその流れで、うんうん、クソゲーとして有名なのが、ほうほうほう、四十八カッコ仮。四十八カッコ仮。っていうゲームなんですけど。有名なんですか、クソゲーとして。クソゲーとしてはすごく有名です。ほうほうほう。で、僕は、その、クソゲーオブザイヤーっていう、うん、まあなんかそのネットで、皆さんがこう決める、はいはい、アワードみたいなのを毎年やってるんですけど、うんうん、で、それで有名になる前に、うん、僕普通に買ってて。これは面白そうだ。楽しみに。楽しみに。普通に楽しみに。そう。うん、っていうのも、なんかファミ通かなんかで、うんうん、その開発開始みたいな記事が最初に出たのを見て、はいはい、で、それで、あ、面白そうと思って、うんうん、ずっと楽しみにしてたんですよ。え、どんな系のゲームなのこれは。まあ、簡単に言うと、うん、47都道府県にある、こう、様々な開示にどんどん、あれこれはクソゲーってことみたいな。なんかだんだん、こう自分の中にこういろんな親っていうポイントが降り積もってはいたんですよ。うんうんうん、でも、クソゲーだと思ってやってはいなくて。うんうん、全然楽しむ気満々で。楽しむ気満々で。で、そうしたら、じゃあその年明けとかになって、このクソゲーオブザイヤーが発表されて、うん、あ、このゲームってやっぱクソゲーだったんだ。あ、やっぱ間違ってなかったんだ。間違ってなかったんだ、俺、うん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 。っていうふうに後から気づいたっていうゲームなんですけど、うんうん、あのね、で、どこがそんなクソなの？で、うん、どこがクソゲーなのかっていうのを説明するのも難しいぐらいクソゲーなんですよ。あ、そう、うん。あの、なんかわかりやすい、うん、はい、例えば、有名なデスクリムゾンとか、はい、なんかああいうこう、なんだろうな、熱意はあるし、うんうん、なんかこう、作りたい、イメージはあるけど、うんうん、なんかいろんなものが足りてなくて、技術とかお金とか足りなくて、こうなっちゃいましたっていう、うんうん、なんか愛すべきっていう感じじゃなくて、はいはいはい、なんか、普通に手抜いてんだろ、これ、とか。ああ、そうなんだ。そういうあれなんだ。うんうん、面白くねえよって。そうそうそう。普通につまんねえよって思うことがたくさんある。あ、まあ、突っ込みどころとして捉えれば、うんうんうん、もう本当に山ほどあるんですけど、うんうん、まあ、有名なエピソードで言うと、はいはい、広島かなんかの話で、うん、ヒバゴンっていう話があるんですよ。うんうんうん、ヒバゴンって、まあ、エンジンみたいなやつだっけ？エンジンのやつみたいなやつですね。うん、あの、うん、ユーマーの、うんうん。で、そのヒバゴンっていう話だって言うんで、それをまあ、こう、開いてみると、うんうん、なんか女の子が、なんか心霊写真が撮れちゃったみたいなことを言ってきて、うんうん、で、心霊写真見せられるんですよ。うん、で、それがなんかね、山かなんかのこう写真で、うんうん、で、見てって言って渡されて画面がそれなんですよね。うんうん、で、そしたら、ランダムで、お化けの顔みたいなのが、なんか、ぬるってこう、うわーって浮かび上がって、スーって消えてく。っていう、それだけなんですよ。別に、ヒバゴンにまつわるエピソードがあるでもなく。でもなく。しかもランダム。ランダムなんですあの、なんか、ゲーム性でやるんじゃなくて。うん、じゃなくて、ランダムで。で意味がわかんないんですよ、ね。はって思って終わり。で、ヒバゴンってしかも心霊、ね、心霊じゃないし。ないし。そう。あとさ、心霊写真の肝としてさ、うん、別にスーッと出てくるとかさ、うん、そういうことじゃないよね。そう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 。あの朝はね、でしょ、うん、で、そういうことじゃねえじゃんっていうことがもう山ほどあるんです。あと沖縄の話かなんかは、うんうんうん、それも、なんか別になんてことない、なんかどっかのホテルに泊まったら、うんうん、なんか男の子に話しかけられて、あ、なんか女の子の話なんですけど、うんうん、なんかどっかのホテルに泊まったら、なんか男の子に話しかけられて、で、それでその子と仲良く話したりとかしてたんだけど、周りの人たちには見えてなくて、うんうん、で私にしか見えてなかった、うん、男の子で、実はその子がそのホテルで、あ、意外と楽しいもんだなと。うんうん、で、あんまりこう、過度に連絡取り合わなくてもできるので、うんうんうん、なんかモーションとかだけで、うんうんうん、まあ、ある程度伝えられるゲームなので、うんうんうん、あ、これなかなかいいなって言ってやってたんですけど、で、基本はミッションをこなしていくってものなんですけど、うん、ダークゾーンっていう一個目玉がありまして、うんうんうん、はい、それがそのニューヨークの、うんうん、あの、バイオテロによって荒廃したニューヨークが舞台なんですけど、はい、で、そのニューヨークの真ん中にダークゾーンっていうところがあって、そこは特に治安と汚染がひどいところなんです。その代わりリアリティの高いアイテムが
ああ、また来ちゃった、レアなアイテム。ダークでレアなアイテム。そう、レイのやつなんですよ。レイのダンジョンなんですよ。で、レイのエリア。確か先週をね。そう、先週もそんな話してたんですけど、そんなエリアがあって、はいはいはい、で、そこに入っていくと、うん、まあ確かに難しいんです。いわゆるコンピューターの敵も強いし、うんうんうんまあ、腕っこきたちがまたオンラインで回ってます。そうです。オンラインの、そうそう、うん、腕っぷしの強い人たちがたくさんいると。で、そこでアイテムを回収しました、レアな。はい、で、それを持って帰りたいってなると、うん、それを、ただでは持って帰れないんですよ、うん。で、持って帰るためには、自分でアイテム回収用のヘリを呼ばなきゃいけないんですよ。ほうほうほうで、それでバシューンっつって、こう、発煙筒みたいなのを飛ばして、で、ヘリが来るまで、時間がかかるんですよ。うんうんうん、ね、2、3分だったり、うんうんうん。で、時間かかる。その間、こう、ずっとその、ヘリが到着するエリアのところで、こう、うろうろして待ってなきゃいけないんですけど、その時に、普通のコンピューターの敵も集まってきたりとかするし、で、他のプレイヤーたちもそれに、うん、乗っかって、アイテム回収してもらおうとしてくる。はい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 。で、その時に、繋げたアイテム、その、ロープが垂れてくるんですけど、うんはいはいはい、そこにくっつけたアイテムをぶんどったりとか、うん、ロープを切るってことができるんですね。それによって、かなり立ち悪い攻略。それによって、プレイヤーのローグ化っていうのが起きるんですよ。ローグ化っていうのはこう、悪党化というか。悪党化が起きるんですよ。はいはいはいっていうのがありなゲー、うんうん、エリアなんですよ、うんうん。さっきからね、やっぱ、通じてますよ、盗み。そうそうそう、そう。暗いエリア、レアなアイテム、盗み。そうそうそう。うんうんうん、それがね、行われるエリアなんですよ、ダークゾーン。で、それが、もうローグに当たると、うんうん、もう本当に立ち悪い奴らがローグになってるんで、くっそ、こいつらって思いながら、うんうん、なんとか必死にアイテムを回収する。気分悪くなるじゃないですか、だってこれ。めっちゃ気分悪くなりますよ、うんうんうん。本当にこいつらはと思うんだけど、もう俺は絶対に逆に、ローグ化しないで。ああ、なるほどね。そう。もう俺は正義のディビジョンのまま、ここを脱出してやるって気持ちになるんで、結構燃えるんですよ、ね。結構やっぱ、こいちゃんはやっぱ、それなりにゲームのやりごたえ感というか、うんうん、ある程度のハードルは絶対欲しい、ね。ああ、そうですね。どうやらね。ある程度負荷があった方が楽しめる、うんうん。しかもね、自然とオンライン、ね、うんうん、なんていうのオンラインアレルギーも解消してというか、はいはい。そう、ディビジョンのおかげでね、うんうんうん、そこはなんかちょっと解消された。僕、オンラインも、うん、例えばマジンガー Z とか、はい、ゲッターロボとか、うんうん、なんだ、ライディーンとか、はいはい、コンバトラー V とか、はい、あの辺の人たちがスーパーロボット系って言われてて、うんうん、で、ガンダムとか、はい、あと、リアル系だ。そうです。うん、ダンバイン、はい。あの辺の人たちはね、大体リアル系とか言われる。うんうんうんですけど、うん、これやっぱ機体のデカさも違うし。そうですよ。だって俺前見たらさ、なんかさ、うん、ボトムズのさ、あれとさ、うん、ボトムズ出てくるんですよ。ね。全然違うじゃん、大きさ。そう、全然違うんです、うん、だから、ボトムズって大体あれ2、3メーター。そうだよね。でしょ、に対して。ハードスーツみたいなことだもんね。そうそうそう。で、イデオンとか出てくると。イデオンだって何百メートルじゃん。そうそうそう。だからもうとんでもないサイズ感違う。俺その剣が一番納得できねえっつって、うん、ブスカブスカ言ってたんだけど。あのね、イデオン問題は、イデオン問題であるんですよ。これ深刻なイデオン問題があって。イデオンはね、大きさインフレがね、やっぱ。そう、まあ、これちょっと後で話しますけど、イデオンに関しては。で、そのリアル系の、ロボットの特性としては、火力自体はそんなにないけど、うん、その命中率と回避率の補正がとにかく効くと。なるほど。で、特にニュータイプの人たち、うん、まあ、アムロとか、はいはいはい、で、カミューもそうだし、うんうん、まあ、クワトロバジーナとか、うん、まあ、あの辺の人たちっていうのはニュータイプ補正っていうのがあって、うん、レベルアップとともに、うん、そのニュー、こう、勘がさえてくるわけですよね、うん、要はアニメ同様。うんうんうん、で、その、ニュータイプ補正でどんどん命中率と回避率がもうぐんぐん上がっていくわけなんですよ。あ、そうかそうか。うん。に対して、スーパーロボットの人たちっていうのは、その辺の補正がないんで。割と大味な。そう。火力はあるけど、その辺が当てられないって。なるほど、なるほど。っていうのがあって。ああ、ちゃんとそこのバランスが。があるんですけど、で、そこがあまりにもシビアなのが、やっぱ第3次とか第4次。へぇー。F ぐらいの時が、もうこの辺が、本当に難しくて。だってさ、もともとさ、うん、その違う世界観を一緒にいること自体がさ、うん、もう大嘘っていうかさ、まあ、そうですね。何個フィクション重ねてんだよってことなのに、うん、そこだけはシビアなのかよ。そうそうそう。で、そこがシビアすぎるもんだから、で、あと、まあ、ヒーローものでもあるわけですから、うん、やっぱ敵は強いわけですよ、はいはいはい。で、その敵が強い、味方はちょっと弱め、敵は強いっていう、その格差っていうのも、うん、もうえげつなくて。で、第3次の後半とか、第4次 F の後半とか、もう えげつないその格差の、を、どうにか、うんうん埋めるために。こんなん勝てねえよと。そうそう。それを戦略とか、はいはい、あとは、その、なんだろうな、機体の強化とかもできるんですけど、うん、それをもうどうやって育成していくのかっていうのをやりくりしながらうまくいかないと本当に積んじゃう。あ、積んじゃうこともある。積んじゃう、全然積んじゃいます。
で、さっき言った、まあ、ちょっとイデオンの話なんですけど、うん、イデオン問題。F 完結編にイデオン初めて出てきたんですよ。はい。で、この。イデオン出しちゃダメじゃないかなっていう、ね。そう。イデオンはね、出しちゃいけないんです。マジで。あのね、ゲームバランスをね、見事にね、うん、ぶち壊したら。だってさ、ほら、宇宙規模じゃないですか、もうイデオンは。そうです、はい。そうなんです。だから、ね、ちょっと桁が、はい。桁が違うんです、ええ、で、その代わり、一応、やっぱイデオンにはイデオンルールがあって、ほうほうで、まあ、自動マッチングでやるっていうのも全然できて、うんうんうん、で、それも、あ、意外と楽しいもんだなと。うんうん、で、あんまりこう、過度に連絡取り合わなくてもできるので、うんうんうん、なんか、モーションとかだけで、うんうんうん、まあ、ある程度伝えられるゲームなので、うんうん、あ、これなかなかいいなって言ってやってたんですけど、で、基本は、ミッションをこなしていくってものなんですけど、うん、ダークゾーンっていう一個目玉がありまして、うんうんうん、はい、それがそのニューヨーク の、うんうん、あのバイオテロによって荒廃したニューヨークが舞台なんですけど、でそのニューヨークの真ん中にダークゾーンっていうところがあって、そこは特に治安と汚染がひどいところなんです、はいはいはい、その代わりリアリティの高いアイテムが、ああ、また来ちゃった、レアなアイテム。ダークでレアなアイテム。そう、レのやつなんですよ。レのダンジョンなんですよ。で、レのエリア。確か先週をね。そう、先週もそんな話してたんですけど、そんなエリアがあって、はいはいはい、で、そこに入っていくと、うん、まあ確かに難しいんです。いわゆるコンピューターの敵も強いし、うんうんうん、まあ腕っこきたちがまたオンラインでも、そうです、オンラインの、うん、そうそう、腕っぷしの強い人たちがたくさんいると、うんうん。で、そこでアイテムを回収しました、レアな。はい、で、それを持って帰りたいってなると、うん、それを、ただでは持って帰れないんですよ、うん。で、持って帰るためには、自分でアイテム回収用のヘリを呼ばなきゃいけないんですよ。ほうほうほう。で、それでバシューンつって、こう、発煙筒みたいなのを飛ばして、うんうんうん、で、ヘリが来るまで、時間がかかるんですよ。うんうんうん、ね、2、3分だったり、うんうんうん。で、時間かかる。その間、こう、ずっとその、ヘリが到着するエリアのところで、こう、うろうろして待ってなきゃいけないんですけど、その時に、うん、普通のコンピューターの敵も集まってきたりとかするし、で、他のプレイヤーたちもそれに、うん、乗っかって、アイテム回収してもらおうとしてくる。はい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 。で、その時に、つなげたアイテム、その、ロープが垂れてくるんですけど、うんはいはいはい、そこにくっつけたアイテムをぶんどったりとか、うん、ロープを切るってことができるんですね。うん、それによって、かなり立ち悪い攻略。そう、それによって、プレイヤーのローグ化っていうのが起きるんですよ。ローグ化っていうのはこう、悪党化というか。悪党化が起きるんですよ。はいはいはい、っていうのがありなゲー、うん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 、エリアなんですよ。さっきからあのね、やっぱ、通じてましたよ、盗み。そうそうそう、そう。暗いエリア、レアなアイテム、盗み。そうそうそう。うんうん、それがね、行われるエリアなんですよ、ダークゾーン。で、それが、もうローグに当たると、うんうん、もう本当に立ち悪い奴らがローグになってるんで、くそ、こいつらって思いながら、うんうん、なんとか必死にアイテムを回収する。気分悪くなるじゃないですか、だってこれ。めっちゃ気分悪くなりますよ、うんうんうん。本当にこいつらはと思うんだけど、もう俺は絶対に逆に、ローグ化しないで。ああ、なるほどね。そう。もう俺は正義のディビジョンのまま、ここを脱出してやるって気持ちになるんで、結構燃えるんですよ、ね。結構やっぱ、こいちゃんはやっぱ、それなりにゲームのやりごたえ感というか、うんうん、ある程度のハードルは絶対欲しい、ね。ああ、そうですね。ね、どうやらね。ある程度負荷があった方が楽しめる、うんうん。しかもね、自然とオンライン、ね、うんうん、なんていうの、オンラインアレルギーも解消した。とかもう山ほどあるんです。あと沖縄の話かなんかは、うんうんうん、それも、なんか別になんてことない、なんかどっかのホテルに泊まったら、なんか男の子に話しかけられ、なんか女の子の話なんですけど、なんかどっかのホテルに泊まったら、なんか男の子に話しかけられて、で、それでその子と仲良く話したりとかしてたんだけど、周りの人たちには見えてなくて、私にしか見えてなかった男の子で、実はその子がそのホテルで昔亡くなった子なんですって、みたいなだけの話なんですよ。ね、で、だけの話なんですけど、まあそれ自体はメッシュじゃないもんね。で、それだけなんだったらまだ良くて、うん。で、その女の子が喋るんですよ、ええ。ルー大柴さんみたいな喋りなんですよ。なんか横文字混じり。そうですか。なんか、マザーが、とか、うん、どっかのホテルに、とか。片言外人みたいな。そうです、そうです。なんか、ちょいちょい英語みたいなのを、うん、挟み込んでくる、ルー語を喋る女の子なんですよ。ノイズ。すごいノイズなんですよ。ノイズ。でも全然内容入ってこないし、で内容を聞き取ったところで内容もないし、多分何がしたいんだよ、これ。これそんなんばっかり。本当に。それが47都道府県続く。続くんですよ。うん、もう、イライラしてしょうがないっていう。
この四十八カッコ仮を面白く喋るのもなかなか難しい、うん、いやいや、もう面白いですけどね、これ聞いてると。やりたいかって言うとあれですけど、うん、でだ、中にはね、これを実況してる人とかもいるんで、うんうん、はいはい、そういう動画もあったりするんで、うん、まあそれで見てもらえると興味ある人はね、うん、ツッコミどころ満載では見れると思うんですけど、人に突っ込んでもらいながらだったら心を穏やかにできる、うん、楽しく見れる。それをさ、フラットにさ、要するにさ、クソゲーだからって覚悟もなくさ、うん、楽しむぞでさ、そう、ね、うんうんうんってさ、そう、そんな僕の気持ちをちょっと察してもらいたいですね。クソゲーなのかなってだんだん気づいていく難しさ。でもね、ゲームってやっぱそこがね、あれこれちょっと合わないかも、に至るまでが長いじゃない。長いですよね。映画だったらもう4本見れてるよっていうさ、ところで言え。でもそれがさ、また体験としてね、深くなるっていうところありますからね。はい。まあ、印象的なゲームってありましたけど、あとなんか最近はですね、まあ、昔のゲームが、最新のプラットフォームでこれリメイクされて、まさに今ね、先週今ツアー中にやってるっていう、あれなんだっけ、オーディンスフィアね、オーディンスフィア、はい、それも リブートっていうかあれなんですよね、移植なんですもんね。そうです、そうです、はい、リメイク版でビータとプレステ4かな、はい、っていうの移植版だったんですけど、オーディンスフィア、そういう昔のゲーム、そういうリメイクものをこう、そういうのやってみたりとかって、いや、すごい好きですよ僕、アーカイブ系のゲーム、プレスのアーカイブだったりとか、バーチャルコンソールだったりとか、はいはい、とかもすごいやったりします。完全にその例えば世代だと思うんですけど、ロックマン、ロックマンがですね、昔のそのロックマンのそのなんかロックマンクラシックコレクションということで、ああ、はい、もうワンありますよね。ついていく難しさ。でもね、ゲームってやっぱそこがね、あれこれちょっと合わないかも、に至るまでが長いじゃない。長いですよね。映画だったらもう4本見れてるよっていうさ、ところで言え。でもそれがさ、また体験としてね、深くなるっていうところありますからね。はい。まあ、印象的なゲームってありましたけど、あとなんか最近はですね、まあ、昔のゲームが、最新のプラットフォームでこうリメイクされて、まさに今ね、先週今ツアー中にやってるっていう、あれなんだっけ、オーディンスフィアね、オーディンスフィア、はい、それも リブートっていうかあれなんですよね、移植なんですもんね。そうです、そうです、はい、リメイク版でビータとプレステ4かな、はい、っていうの移植版だったんですけど、オーディンスフィア、そういう昔のゲーム、そういうリメイクものをこう、そういうのやってみたりとかって、いや、すごい好きですよ僕、アーカイブ系のゲーム、プレステのアーカイブだったりとか、バーチャルコンソールだったりとか、はいはい、とかもすごいやったりします。完全にその例えば世代だと思うんですけど、ロックマン、ロックマンがですね、昔のそのロックマンのそのなんかロックマンクラシックコレクションということで、もう1ありますよね。そう、1でその第2弾が、また8月に PS4 で出るという、はいはいはい、あ、じゃあ後半ってことかな、セブンから、はいはい、そうそうそう、まさによくわかって、セブン7作目から10作目まででしょ、ロックマンやったりしてるんですか。じゃあロックマンもやりますよ。ああ、てかどういう時間の使い方で やってるんですかこれ。ツアー中はまだね、街とか多いと思うけど、いや、結構家でもやります。で、家で携帯ゲームでやったりすることもあるじゃないですか。で、その時に昔のそのテレビでやってた、横スクロール はいはい、アクションとかが、携帯ゲームなんかすごくやりやすかったりとかするんですよ、ね。だから、結構今その、横スクロール系は、あえて、その、ビータとか、DS とかでやるっていうことが多いですね。だから、ロックマンクラシックコレクションとか、すごいいいかも。はい、なるほど。ちなみに今、持ってるというか、稼働してるゲーム機はどんな感じ？プレステ4を、一応 Wii U も繋いでるし、まあ、スイッチ、で、外持ってくようで、ビータ、3DS。あ、万全ですね、もうね。そうですね、基本は。360度注意できてますね。できてますね。基本はそういう感じでやってますけど。最近、やり込んだ感じで言うと、どれですか？まあ、据え置きでも何でもいいんですけど。ディビジョンっていうゲームがあって。はいはいはい。それはね、去年すっげえやってました、ね。ちょっとね、これだけ、確かに移植っていうかね。初めてハマった。ミリタリー的な。初めてハマった。この手のゲームっていう感じですかね。それはなんでなんですかね。これもね、だから、レベルアップ要素があるからってことだと思うんですよね。はいはい、アクションもありながら、基本は実はその RPG 要素も実はあって、で、だけど、オープンワールドだけど、適度に狭いと、ニューヨークの話なんで。ああ、はい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 。あ、やられました？ディビジョンって。ディビジョンやってないけど。ディビジョンは、基本ネット、これは、いわゆる本筋とちょっと違う、ゲームなんですよ、はい、このタクティクスっていうのが、またゲーム性も違うんですね、これ、ね、全然違います。これはいわゆるシミュレーション RPG になるんですかね。こうマップの中にこうマス目があって、はいはい、そこの中で戦うっていうタイプのゲームなんですけど、
これがね、なんだろうな、その、戦闘における戦略性もそうだし、うん、あとまあストーリーの重厚さもそうだし、うんうん、あとグラフィックの美しさもそうだし、うんうん、なんかね、結局やってるうちに抜け出せなくなっちゃって、うんうんうん、最後が、その、やり込みダンジョンみたいなのがあるんですよ。うんうんうん、そこが本当沼で、うんうん、あの、その最後に、まあ、やり込みダンジョンとして出てくるディープダンジョンっていうのがあって、うんうん、それが真っ暗なんですね。ほう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 。で、基本的なマップっていうのが、その、真っ平らじゃなくて、高低差があるんですよ、うん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 。で、その、例えばこの一段上にいる敵から、うん、殴られたら、普通の、あの、同じ高さで殴られるよりも強い。うん、高低差あるから。高低差あるから。へぇとか、で、それも、この高さも本当に十何メーターぐらいもあって、レンジがあるんで、で、と崖の途中で戦うとか、そういう場合もあったりするんですけど、で、それが真っ暗なもんで、知らねえところから、知らねえところから後ろからドーンなんて。そうなんですよ。どこに誰がいるかよくわかんねえみたいな状態でやんなきゃいけないんですけど。それ面白いの？いや、で、これがやってくと、最後癖になってきちゃうんですよ。まあでも、まあ見えないから、まあどこまで行きゃなんだろうが、もう逆にはまってっちゃう。そうなんですよ。で、ここのダンジョンで出てくる敵っていうのが、まあ大変レアなアイテムをつけてらっしゃる、うん、でだからそれを盗みに行くんだけど、うん、まあなそんな簡単には盗ましてくれない、うん、ねあなんかいるなと思ったらさ、うん、10メートル上とか話でしょだってそうそうそう、うん、でその盗みに行くのもまあ大変でもこれはまだ序の口で、うんうん、もう一番広いのが、はい、あのキャッチっていうアビリティがあって、うんうん、それが敵に忍者がいるんですね。ほうほうほう。暗い上に忍者。暗い上に忍者がいるんですよ、うんうんうん。で、その忍者がレアな武器を投げてくるんですよ。で、それを普通に食らうとただダメージ食らっちゃう。はいはい。で、なんでもないダメージ食らっちゃう、うんうん。あ、でもキャッチとおっしゃいましたね。そう。で、うん、これをキャッチして自分のものにするってアビリティがあるんですよ。はいはいはい。で、そのキャッチじゃないと取れないレアな武器があって、その真っ暗なダンジョンの中で忍者が投げてくる武器を。そう。いつ何が投げてくるかわからない、アイテムをひたすらキャッチするっていう、もうなんだよこれっていう。楽しいのそれ。いや、でそこじゃないと得られないのから、うん、からね、もうやるしかないんですよ。わかる。その、さ、レアアイテムのためのそういうやつは、うん、やっぱりそれ自体の作業は苦行なんだけど、やっちゃうのありますよね。あります、あります、あります。で、それをもうなんか最後はひたすらやり続けてましたね。その向きになって。だからファイナルファンタジータクティクスはそういう意味でベストゲームの忘れなくなっちゃって、うんうんうん、最後がそのやり込みダンジョンみたいなのがあるんですよ。うんうんうん、そこが本当沼で、うんうん、あの、その最後に、まあ、やり込みダンジョンとして出てくるディープダンジョンっていうのがあって、うん、それが真っ暗なんですね。ほう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 。で、基本的なマップっていうのがその真っ平らじゃなくて高低差があるんですね。うんうんうん、で、その、例えばこの一段上にいる敵から、うん、殴られたら、普通の、あの、同じ高さで殴られるよりも強い。うん、高低差あるから。高低差あるから。へえ。とか。で、それも、この高さも本当に十何メーターぐらいもあって、うんうんうん、レンジがあるんで、はいはいはい、で、崖の途中で戦うとか、うんうん、そういう場合もあったりするんですけど、はいはいはい、で、それが真っ暗なもんで、知らねえところから、知らねえところから後ろからドーンなんて。そうなんですよ。うん、どこに誰がいるかよくわかんねえみたいな状態でやんなきゃいけないんですけど、うんうんうん、それ面白いの？いや、で、これがやってくと、最後癖になってきちゃうんですよ。うんうん、まあでも、まあ見えないから、まあどこまで行きゃなんだろうが、もう逆にはまってっちゃう。そうなんですよ。で、ここのダンジョンで出てくる敵っていうのが、まあ大変レアなアイテムをつけてらっしゃる、うん、でだからそれを盗みに行くんだけど、うん、まあなそんな簡単には盗ましてくれない、うん、ねあなんかいるなと思ったらさ、うん、10メートル上とか話でしょだってそうそうそう、うんうん、でその盗みに行くのもまあ大変でもこれはまだ序の口で、うんうん、もう一番広いのが、はい、あのキャッチっていうアビリティがあって、うんうん、それが敵に忍者がいるんですね。ほうほうほう。暗い上に忍者。暗い上に忍者がいるんですよ、うんうんうん。で、その忍者がレアな武器を投げてくるんですよ。で、それを普通に食らうとただダメージ食らっちゃう。はいはい。で、なんでもないダメージ食らっちゃう。あ、まあ、でもキャッチとおっしゃいましたね。そう。で、これをキャッチして自分のものにするってアビリティがあるんですよ。はいはいはい。で、そのキャッチじゃないと取れないレアな武器があって、その真っ暗なダンジョンの中で忍者が投げてくる武器を。そう。いつ何が投げてくるかわからない、アイテムをひたすらキャッチするっていう、もうなんだよこれっていう。楽しいのそれ。いや、で、そこじゃないと
得られないのから、からね、もうやるしかないんですよ。わかる。その、さ、レアアイテムのためのそういうやつは、やっぱり、それ自体の作業は苦行なんだけど、うん、やっちゃうのありますよね。あります、あります、あります。で、それをもう、なんか、最後ひたすらやり続けてましたね。その向きになって。うん、だから、ファイナルファンタジータクティクスはそういう意味ではベストゲームの、まあ、一本でもあるんですけど。これ、この番組のさ、FF の呪いの中で、また新たなさ、タクティクスって、またさ、キャッチの呪いが。キャッチの呪いが。それは俺でもちょっとやるガッツねえな、そこまで、ちょっと。あとね、まあ、いろいろもう本当に、いろいろ書いてもらってるんで、これ、どれからやろうかな。あと、まあ、これ実は、タマフル、ウィークエンドシャッフルの方で、前から特集案としてね、はいはいはい、声に出して読みたいボーイズビートとか、そういうことばっかやってて、はいはいはい、ちょっと、後ろ、後回しになってますけど、うん、スーパーロボット対戦、はいはい、スパロボ特集、これはやりたいってね、前からおっしゃって。